ストラフォード伯爵は、イギリスの伯爵位。過去に3回創設されており、第1期は、トマス・ウェントワースが1640年に、イングランド貴族として上されたのに始まるが、2代で耐えた。第2期は、その弟の孫であるトマス・ウェントワースが1711年に、グレートブリテン貴族として上されたのに始まるが、3代で、耐えた。現存する第3期は、 トリントン死者ビング家の分流で、ウェントワース家の女系の子孫であるジョン・ビングが1847年に、連合王国貴族として上されたのに始まる。初代ストラフォード博トマス・ウェントワース・ウェントワース家は、ヨークシャー・ウェントワースウッドハウスを中心に土地を保有するジェントリの家系である。ウェントワース家の当主で最初に称号を得たのは1611年6月29日に、 順段尺に助せられたウィリアム・ウェントワースである。彼の長男である第二代順段尺、トマス・ウェントワースは、新京都革命前夜の国王チャールズ一世の新世紀にカンタベリー大主教、ウィリアム・ロードと共に国王側近として先制政治を行い、1640年から1641年にかけての議会で、 先制政治の責任を追及されて処刑された人物として知られる。それまでに国王から次々と爵位を与えられ、1628年7月22日にイングランド貴族爵位、ウェントワースウッドハウスのウェントワース男爵とニューマーチ王男爵、同年12月13日にイングランド貴族爵位、ウェントワース子爵、そして1640年1月12日に イングランド貴族社位ストラフォード伯爵とダラム州主教官区におけるレイビー男爵に助せられた。このうちレイビー男爵は弟ウィリアムとジョージへの特別継承権が認められていた。初代伯の処刑とともに全保有社区位が剥奪されたが、大勢復興後の1662年5月19日の議会法により、初代伯の長男ウィリアム・ウェントワースに 尺位回復が認められた。しかし彼には子供がなく彼の死と共にレイビー団尺位を除く全尺位が廃絶した。レイビー団尺位のみ特別継承権で初代ストラフォード博トマスの弟ウィリアムの孫にあたるトマスウェントワースに継承された。彼は軍人、外交官、政治家として活躍し、 中プロイセン大使や中オランダ大使、海軍大臣などを歴任し、1711年6月29日に、新規に、グレートブリテン貴族爵位、ヨーク州におけるスタインバラ及び、ウェントワースウッドハウスのウェントワース子爵区とストラフォード、伯爵に助せられた。この二つの爵位は、特別継承権として、弟ピーターへの継承権を認めていた。初代伯の死後、 その長男であるウィリアム・ウェントワースが二代ストラフォード、伯爵位を継承したが、彼には子供がなかったため、彼の死後、特別継承権の規定により、初代伯の弟、ピーターの孫にあたるフレデリック・ウェントワースが釈囲を継承した。しかし彼も子供がなかったので彼の死と共に、釈位は廃絶した。初代ストラフォード伯トマスの孫娘アン・コノリーとジョージ・ウィングの間の四。 男であるジョン・ビングは、陸軍軍人として、フランス革命戦争やナポレオン戦争に従軍し、陸軍元帥まで昇進した人物である。彼は1835年5月12日に、連合王国貴族、ミドルセックス州におけるハーモンズワースのストラフォード、男爵、1847年9月18日に、連合王国貴族、ミドルセックス州における、 インフィールドのインフィールド詩尺とストラフォード伯爵に助せられた。以降これらの爵位は彼の男系男子によって現在まで継承されている。二大伯ジョージ・ビングと三大伯ジョージ・ビングは保育党、自由党の政治家として政府の役職を歴任した。2017年現在の当時は九代ストラフォード伯ロバート・ビングである。家訓は守り抜く。 言当主の旧代ストラフォード博ロバート・ビングは以下の爵位を保有している。ケーフズ、ありがとうございます。